はい、どうも、皆さん、こんにちは。ムニムニです。本日は、9月26日、日曜日、中山競馬場、芝2200メートルコースで行われます、オールカマーの一瞬前段階での見解っていうのをお話しできたらな、というふうに思います。それではまず、過去5年のオールカマーのレース結果から、オールカマーがどういったレースなのかっていうのを分析していこうと思います。これは過去5年のオールカマーのレースラップをそれぞれ示しているんですけれども、右側の過去5年を平均したラップタイムっていうのを見ていただくと、前半はスローで流れて、残り5波の地点から加速していくという、スローからの持続力勝負のレースラップになっていることが多いかなというふうに思います。またこれは過去5年のオールカマーにて3着以内に来た馬の横軸が4コーナーの通過順位で、縦軸が上がり3半のタイムっていうのを示しているものなんですけれども、こちらは先週のセントライト記念と同じような傾向がございまして、前にいる馬あるいは後ろにいる馬でも4コーナーまでにはまくって前の方に進出してこれる馬っていうのが構想している傾向があることがわかります。それらの分析を踏まえて今年の出走メンバーっていうのを見ていきたいんですけれども、これは今年の出走が想定されるメンバーっていうのを私が独断と偏見で上から強い順にグループ分けしたものなんですけど、このメンバー構成を見て一つ思ったのは、そんなに爆逃げする馬っていうのはいないと思うんですよね。前に行きそうなレイパパレイ、ウィン・マリリンっていうのは今後を見据えた競馬っていうのをすると思うんで、多分足を測る、そんなに速いペースではいかないと思うのでってことですね。なので言いたいのは、今年のオールカマーも例年と同じようなスローからの持続力勝負になるんじゃないかなというふうに考えております。なのでそういったスローからの持続力勝負かつ、小回りにしっかり適性がありそうな馬っていうのを、狙っていこうというふうに思います。それではここから予想をやっていきたいんですけど、今年のオールカマーを語るにあたっては、このレイバパレーとグローリーベイズの実績馬2頭っていうところから予想を組んでるのがいいかなと思ってるんですけど、私としてはこれ2頭とも確かに強くて、来る可能性あるんですけど、ちょっと危ないんじゃないかなというふうに思ってます。でまず2頭とも共通して言えるのは、ここが明治じゃないっていうことですね。レイパパレーはエリザベス女王杯で、グロリービーズはジャパンカップか香港が多分、この秋の大目標だと思うんで、このオールカマーは 100% の状態では出てこないと思います。であとレイパパレーに関しては、私持続力勝負っていうのがちょっと不安かなというふうには思ってまして、レイパパレーはすごくピッチの速い走法をするんで、どちらかというと瞬発力っていうのに秀でた馬だと思います。確かに大阪杯は持続力のラップで、小回りコースっていうのを押し切ってますから、レイパパレーに関しては、そんなに不安視する必要はないかなというふうにも考えてるんですけど、一応その持続力勝負っていうのがどうなのっていうところは、感じてます。でまた、グロリービーズなんですけど、この馬は、過去のレースコメントで坂がダメっていうコメントがあったんですよね。なんでそこから、そんな急坂コースっていうのはあまり使ってきてない中で、今回のオールカマ、急坂コースを使ってきたってことで、ちょっとこれは適正かどうなのかなというふうには思ってます。私はこんな、レイパパレちゃんは可愛いし、グロリーベイズ君はかっこいいっていう、そういうね、2頭に対してケチをつけるかっていうと、今回のレースに関しては能力もしっかりあって、でかつこの2頭よりも適性がしっかりある馬っていうのがいると考えてるからです。で私は今回その馬が鉄板であるというふうに考えております。その馬を早速発表させていただきます。このレースで一番押した馬はランブリングアレイです。このランブリングアレイなんですけど、この馬って確かに長く癒しは使えるんですけど、瞬発力っていうのにちょっと欠けてる馬で、90分の時計勝負っていうのはあまり向かない馬なはずです。なんですけど、前走ビクトリアマイル結構時計早かったんですけど、2着にこれで出ます。ってことで、ランブリングアレイがビクトリアマイルで2着にこれたっていうのはめちゃくちゃ強いからっていう風に私は考えました。このランブリングアレイ、陣営のコメントで、急坂とか、あとパワーがある馬なんで、急坂が向くっていうコメントもありますから、どっちかっていうと、ビクトリアマイルよりはオールカバーの方が舞台は向くと思いますし、またマイルっていうのはちょっと忙しかったと思うんで、この距離延長っていうのもすごく向くと思って、ここは一番押したいというふうに考えております。ってことで、私は、軸馬を、ほぼほぼランブリングアレイにするっていうふうに、誓ったんで、ここからは、相手を探していきたいんですけど、正直この特にピンクのレイパパレグロリーベイズでありますとか、あとウィンマリリンっていうのは結構硬そうではあると思います。ですがその馬券的妙味を考えた上でも、来てくれたら嬉しい、そして適性がしっかりある穴馬っていうのが2頭いるんで、それをここからは紹介していきたいと思います。そんな中で押したい穴馬候補の1頭目がウィン・キートズです。ウィン・キートズなんですけど、私個人としては、適性が2200メートル以上の小回りコースにあるというふうに考えております。というところで、前走の札幌記念っていうのは度外視できるというふうに考えてます。
で、また次に能力面なんですけど、この馬目黒記念で勝ってるんですけど、確かにこのレースは展開に恵まれての構想です。まあ、ですがその G2 同じ今回と同じ G2 を勝ってるっていうところから、まあこのオールカーマー多少メンバーは強くなるんですけども、展開に恵まれれば、でかつまあしっかりとした仕上げを施してくれば、ウィンヒット数ここで馬券内に来るくらいの能力はあるというふうに考えております。あとまあ個人的にウィンヒット数はそういった小回りコースの 2200m 以上の距離がいいというふうに考えてるんで、まあ、ここで賞金を加算してエリザベス女王杯に出てきてほしいなというふうに考えてるので、ここは押したいなというふうに考えております。そして穴馬候補として押したい2頭目がセダブリランテスです。セダブリランテス、まず能力面といたしましては、まあ世代別の重賞を含めて実利を2勝してますから、まあ展開の助けがあれば十分この G2 で馬券内に来るくらいの能力はあるというふうに考えております。また次に適正面なんですけど、この馬重賞の2勝っていうのをそれぞれ小回りコースで上げてるってことと、あとはまあ私個人として、首が高く、そしてピッチ寄りの走行をしてるんで、やっぱり私はこの馬小回り向きだというふうに考えております。あとまあセダブリランテス、まあここ2走ちょっと結果出てないんですけど、多分マイルはちょっと忙しくて、で前走エプソンカップっていうのはこの馬ちょっと気温が上がるとダメな馬なんで、まあ、エプソンカップも度外視できるかなというところで、セブリランテス全盛期の能力があれば十分ここで来る馬券内に来るくらいの、パフォーマンスは見せてくれるというふうに考えて、ここは押してというふうに考えてます。ということで、まあ私の1週前段階での見解はこんな感じです。このオールカマーですね、今後の競馬に非常につながってきそうなレースで、まあ一週前段階からワクワクしております。ということで、まあ楽しめたらいいなというふうに考えているので、まあここから予想も楽しんでいこうと思います。以上で動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。